しおいんです。ですね、今三宮に来ております。今から三宮から豊岡、また豊岡ですけど、豊岡の方に、行きたいと思っております。ちょっと違う道通っていくんで、三宮からだったらちょっと変わってるんで、前回の176とかと違ってですね、いいかなと思って、動画撮っていきたいと思います。それでは行ってまいります。シュはい、428号線に入りました。入ったと思うんですけど、入ったつもり。おっとっとっと、いや今日もまたいい天気ですね。私天気には恵まれてる感じがしますね。はい、多分人生の中で初めてじゃないですかね、この428っていうのを通るのは。ということでちょっと楽しみにしております。今からですね、三田に抜けるって書いてありましたね。ということで、三田めがけてですね、まずは、行こうと思います。ナビを見ると有馬街道っていうことで出てますね。有馬街道国道428号線ということで、出ております。ちょっと相変わらずね、ガタガタ言ってると思いますけど、ちょっと音楽でごまかしながら進んでいこうと思ってます。時々また動画回しながら行こうと思ってますんで、よろしく。それではこの道はあれですね、神戸の市内抜けるといきなりこう山道ですね。まあでも本当にドライブするのには絶好の道って感じですよね。いい感じです。はい、このまま、多分有馬まで抜けてですね、175かな、176かどっかに、合流してですね、北上したいと思っております。それでは続きまた撮ります。それでは、はい、トンネルですね。トンネルを抜けるともうすぐ有馬なのかな、これかなりいい感じの道ですね。はい、そうですね、神戸の北区あたりですかね、これ鈴蘭台とか書いてありますんで、神戸の北区あたりかなと思ってます。有馬までもうちょっとあるみたいですね。はい、自転車おじさんが元気よく行ってます。はい、こうやって考えるとですね、神戸の北区あたりでもですね、車とかあれば三宮にすぐ出れるからいいのかなって思いますね。有馬とかも近いですから、すごく環境はいいとこかなと思いますね。この辺もなかなかいいかなってな感じです。初めて、428号線って通りましたけど、なかなか住環境というか住むのにはいい環境のところらへんじゃないかなと思ったりしますね。うん、知らんけどちょっと水を買おうかな、ファミマにちょっと寄ろうと思ってます。よいしょ。はい、ファミリーマート鈴蘭台東口店によってお水を買いました。お水買って速攻でスタートします。そうですな、掃除してませんな。出発進行。今日はどういう予定になるかわかんないんですが、快活さんまた泊まるかもわかりませんね、今日も。はい、
じゃあまたですね、どっかで動画回したいと思います。それでは、はい、この辺割と住宅街なんですね、六甲の裏側って。あまり知らなかったです。とりあえずなんかこの辺で巻かれるなんとか台、鈴蘭台、ひよどり台、サンダとかとかでですね、曲がりなはれみたいな感じになっているんで、ちょっと曲がりながら行きたいと思ってます。最近あれですね、こっち方面多いですね。どっちか言ったらね、豊岡とか福知山とか、こっち方面なんか最近多いなと思っております。とりあえず右に回ってですね、まだまだ国道428号線を下走ってるというような感じですね。これはどうなの、曲がっちゃうか、違う、まっすぐ行くから、ね、あ、これを曲がんなくちゃいけない。はい、国道がなんか曲がっちゃうみたいなんで、国道沿いを行きます。ちょっと山道かな、ここは。どこら辺なのかな、まあ、一応国道428なのでそのまま行きます。だいたい北に向かっていってるんでいいんじゃないかなと思いながらですね、上がっていきます。気持ちいいっすね今日。お、ガタガタしてる。すごいカーブナンバーがありますね。じゃあこのまま登っていこうと思ってます。気持ちいいね、この辺の道。すごい気持ちいい、のどかな感じの道でございます。割と気に入りましたね、428、いい感じの道でございます。それでは、マジ気持ちいい、ここの道。ずっとこんな感じで、まあなだらかなカーブが割とこう続いてて、さっきトンネルを越えたんで、そんなにもう登ってないのかな思うとまだ登ってますみたいな感じですね。はい、ずっとこんな感じのね、綺麗な道ですね。凹凸もあんまりないですし、本当に気持ちのいい、ドライブするのにはもってこいの道でございます。すごいいい景色ですね。すごい景色ですね。昼間でよかった。本当にいい道だなこれっていう感じでですね、ずっともう下りに差し掛かっておりますが、すごく目の前が開けてていい感じの道ですね。お、フェラーリだ。フェラーリでもオープンのフェラーリとかで気持ちいいでしょうね、ここで走ってると。羨ましいですね本当に。あ、景色がちょっと見えなくなってきましたね。そらそうだな。うん、はい、横川インターのところに来た時に来ました。ちょっと左に曲がって迂回しながらですね、175号線に合流しようかなと思ってます。でこんだけ天気良かったら今日は遠坂のトンネルも通らなくて、上、峠通っていこうかなと思っ
ってたりします。はい、そうですね、ナビさんに言わせればこれ県道17号線ってやつです。中国縦貫道の脇を走ってるって感じですかね。今ちょっと西の方に向かって走ってるって感じです。どっかでまた北に上がれるポイントがあると思うんで、その辺からまた行こうと思ってます。はい、Google の指示ではうーんと、県道17からですね、県道144の方に曲がれと、右折せよというような指示があります。もうちょっとかな、もうちょっと先かなということでいております。これかな、これを曲がれって感じかな、そのような感じですね。よし、おっと、間違えたみたい、間違えてますね。これではありませんね。違ってましたね。スタンドのとこですね。スタンドのこれか、これですね。よいしょ、間違えた。危ない、危ないですね。まあ、とりあえず県道144に入りました。じゃあこのまままっすぐ行きたいと思います。はい、県道144号線ですが、まあゴルフ場の間の中を抜けてる道って感じですね。なかなかでも快適な道ですよね、これ。割とね、直線がね、多い感じです。それでは、打ち当たったのかな？この先、一時停止が372打ち当たるとどうなるんだ、ちょっと分かんない、分からないんで一応右に曲がって考えよう。あれ、このまますぐ行けんのかな、違うのか、あ、こういうことか、なるほど、曲がってんだな、こういうことですね。でこのまま行けという感じでございました。初めての道はね、いろいろとね試行錯誤しながら行くって感じでしょうか。でも面白い、なんかあれですね、宝探しみたいですね。はい、ということで、行ってみます。それでは、はい、県道144号線からですね、国道の175にですね合流しようと思ってます。175は右に曲がると福知山とか西脇、左に曲がると明石の方に行く道ですね。はい、こっからですね、大体知ってる道なんで、不安はなくなったかなと思います。はい、はい、175号線に入ってきましたね。175号線に入ってきました。今ですね、西脇のバイパスですね、これバイパスの道を北上しております。今からちょっとね、いろいろ挽回しながらですね、時間短縮できんかなと思ってます。今2時半か、多分あと2時間ぐらいで着くんじゃないかなと思いますが、まあ無理せずゆっくり行きたいと思います。175号線、気温は13度、今時刻が、2時38分ぐらいですね。はい、よいしょ
175号線ひたすら北上しております。のどかですな、本当にあれですな、絶好のドライブ日和でめちゃめちゃ気持ちいい感じですね。横の川は何川なんてるのかな、よくわかりませんが、のどかな風景のところをひたすら北上しております。はい、175号線からお別れをしてですね、県道7号線に入ってですね、北近畿豊岡道なんですかね、の方に合流していきたいと思います。はい、北近畿に乗ろうと思ってます。なんかナビはまっすぐ行けとか言いますけどね、何考えてるんでしょうかね。はい、左折してですね、北近畿の方に乗っていこうと思ってます。これ国道483になってますね。そうだったんですね。はい、空いてそうですね。これやったら快適に、豊岡まで行けるかなと思います。車も空いててですね、順調そのものですね今日は。はい、和田山を過ぎてですね、豊岡の方に向かっております。またあれですね、北近畿乗ったままっていう感じで、最終地点まで行きたいと思ってます。はい、北近畿終了ですね、こっから下道になります。およそ300m 右方向です。だいたいね、312ですかね、を使ってあと豊岡まで走りきるという感じになると思います。あと豊岡まで、11キロというようなところに来ております。時間がですね、4時過ぎちゃいましたね、4時12分ぐらいですね今。はい、こっから312号線ですね、豊岡の方に向かいます。よいしょ。およそ2キロ先右方向です。はい、312号線を走るために今から右に曲がっちゃいます。神戸をだいたい1時ぐらいに出て、まあ4時半ぐらいに着くという、まあ3時間半ぐらいあればだいたい豊岡ぐらいまで走れるのかなっていう感じですね。ああ、でも今日天気良かってすごい気持ちいいっていう感じですね。はい、夕方になってやっぱり市内に近づくとちょっと道は混んでる感じですかね。じゃあ続けていきたいと思います。はい、312号線で、これ丸山川へと思いますが、この川沿いの道を北上していくという形です。なかなかあれですよね、ここ昼間通ると快適な道ですね。夜通るとね、全然わかんないですけど昼間はいい感じだと思います。特に今空いてますね、割と空いてるしいい感じだと思います。はい、豊岡市内に入ってきました。しかしもう2月20日過ぎ、もう全然今年は雪がなかったって感じですね。まあいい人とね、全然良くないって思う人と両方いらっしゃると思いますけど、まあ今年は雪が少なかったということで、この辺の豊岡あたりもですね、ほとんど雪がなかったと思います。
それではですね、あともうちょっとなのでこの辺で動画の方は終了したいと思います。ありがとうございました。